エビの旨味と出汁を効かせた上品な味わいが楽しめる。エビの綺麗な赤色で食卓も華やかになっちゃいます。電子レンジを使って煮崩れせずに綺麗に仕上げました。エビと大根の旨味をご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずエビは殻と背わたを除きます。ラップに挟み麺棒で叩いて薄く伸ばします。片栗粉を薄くまぶしつけましょう。大根は1センチの厚さの輪切りにします。耐熱皿に並べてラップをかけ、600ワットの電子レンジで6分ほど加熱します。すぐに水にさらします。水にさらすことでアクが取れ、すっきりとした味わいになりますよ。三つ葉は2センチの長さに切りましょう。別の耐熱皿に水気を切った大根とエビを交互に並べます。混ぜ合わせた材料 A を注ぎ入れます。ふんわりとラップをかけ、600ワットの電子レンジで10分ほど加熱しましょう。器に盛り、三つ葉を散らしてわさびを添えれば出来上がりです。シンプルな味付けなので素材の美味しさが味わえる一品ですよ。ぜひお試しください。